ヨエル・キナマンは、スウェーデンのストックホルム出身の俳優、ジョエル・キナマンとも表記される。高い評価を受けたスウェーデン映画、イージー・マネーの主演、グルドバッケ賞助演男優賞へのノミネートをもたらした、ジョーナ・フォークシリーズのフランク・ワグナー役、リメイクされた、ロボコップの主演などで知られる。2002年から演技を始める。2009年の映画、アイ・スクーガン・ A.V. バーマンで名を知られ。 ヨハンフォークシリーズ6作でさらなる人気を得た。2010年1月に公開された e ージーマネーは世界的な注目を集めた。キャリアの拡大を目指しアメリカのユナイテッドタレントエージェンシーと契約した。2010年4月にはダーケストアワー消滅で国際進出を果たすことが明らかになった。2011年4月からは AMC のテレビドラマ ザキリング闇に眠る美少女で刑事を演じた。2011年 e ージーマネーの続編2本の撮影が開始され、2012年と2013年に公開された。キナマンはマイティソーとマッドマックスシリーズの第4作の主演候補に挙げられていた。2014年にはリメイクされたロボコップでは主演を務め、2015年に 聖杯たちの騎士でクリスチャン・ベールと共演し、ラン・ウォール・ナイトではリーアム・ニーソンと共演した。2016年にはスーサイド・スクワットが公開された。また、2016年にはネットドラマシリーズのハウス・オブ・カード・野望の階段に出演した。父親はアメリカ人でスウェーデンとアメリカ双方の市民権を持つ。4人の姉妹がおり、 スウェーデンの女優メリン・ダ・キナマンは姉にあたる。2015年にスウェーデンのタトゥーアーティストと結婚したが2018年に離婚。2019年よりオーストラリアとスウェーデンのモデルのケリー・ゲールと交際。2021年1月に婚約した。ありがとうございます。